はい、ただいま福井駅前の、なんか駅ビルじゃないんだけど、ちょっとショッピングセンター的な感じ、ここで今日夕飯を食べたいなと思います。はい、で本日はこちら葛飾っぽうボンタでいただこうかなと思うんだよね。でここはね、まあ、某グルメサイトでポイントはそこそこ高かったんだけど、なんでこれしたのか、飲み放題があるからよ。コース料理注文しなきゃいけないんだけど、あのね、3ランクコース料理があって、一応今回あの贅沢に新幹線で来ちゃってお金がないんで、一番安いコース注文したんだけど、飲み放題して飲み放題な、飲み放題は真剣勝負ですよ。店のビールを飲み尽くすか、俺が飲まれるか、食うか食われるか、いや飲むか飲まれるか、一丁勝負してきたいと思うんだよね。じゃあつうか駅前店長だけな。ってことで入りたいと思います。しこたま飲んでやるぜ。はい、もうじっくり飲み尽くしてやろうということで、かかってこいや。とりあえず1杯目かかってこいや。ていうか今日ね、あれなのよ、あの水族館に生ビール何と飲もうと思ったことが、そうすると今日飲み放題だから、飲んじゃうともったいないんだよね。我慢した。今日初ビール夏にね、染み込んでくるよこれ。ポテトサラダ食ったことないよ。飲み放題だからガンガンいかねえとこれ。あら、もうない。もうないよこれ。あれ。あら、もうない。赤すぎる。うまいに決まってるよこれ。見るよこれ、最高夢。はい、2杯目足んねえよこんなんじゃ、ガン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 。なんて上品な食べ物これ。イクラとエビ、うん、決まってるよこれ。まあ、あ、イカの塩辛も入ってる。うめえ。うますぎるよこれ。うまやばい、待ちきれね、待ちきれねこれ。はい、3杯目だ。足んねえよまじ全然。もうこれも飲み尽くすよ、ここのビール、この店のビール。あんな、タイだな。
野菜の天ぷら、うまいに決まってるよ。これもで、今の僕のテーブルの状況なんだけど、はい、僕はもう飲むこと専門なんで食べるのが羊並みに遅いのよ。こういうコース料理って僕の食べるペースをはるかに超えてガンガン食うの。なので、はい、本日運ばれてきたメニューどれも食べきれてない。全然食べるんだけどね、ガンガン来ちゃうんだよね。最初のはい、最初の前菜がまだ全然食べ終わってない。はい、ご飯ね、わかんねえ、もう名前なんかわかんねえ。ガンガン飲んで、俺はこっちの方がね、こっちがメインなんだ。俺はガンガン言う、ガンガン。僕のご当地ブランド牛なんてね、ワクサギ、それの料理らしい。うまそう。わさびもついてる。絶対ねえよ。はい、冷たいそばが運ばれてきた。全然食べきれてないんだけど、ガンガン出してきたな。はい、
うまいんだけど、まだ料理食べてないんだよね。でも溶けちゃうから先にスイーツから片付けるか。はい、なんだかんだで全部完食、お腹パンパン。でもね、その分ね、あんまり飲めてないと思う。何杯飲んだだろう、6杯ぐらいかな。今日10杯ぐらい行こうと思ったんだけど、ちょっとフォーミー。でも、うまかった。お腹いっぱい、もう食えねえし飲めねえわ。はい、じゃあそれでは朝食会場に向かいます。どんな朝食なんだろうな。はい、本日の天気、雨の予報じゃなかったのにな。もうここ最近天気は当てになんない。本当は今日は東尋坊に行こうと思ったんだけど、こんな雨で行ってもしゃあないな。どうしようかな。はい、ということで、なんか福井の駅って恐竜の街って感じがしてるんだよね。でね、僕も東尋坊行こうか恐竜博物館行くか迷ってたんだよね。で今日も予報というか、もう雨っぽいから急遽予定変更して恐竜博物館に行こうと思うのよ。で、あ、逆さじゃない。はい、でなんと素晴らしい恐竜博物館に行くにあたって、はい、音切符があるんだ。越前鉄道とバス乗り放題で、入園券もセット、何百円か安いのよ。ということで今日はもうこれで、恐竜博物館に行こうかなと思う。はい、それでは昨日に引き続いて越前電鉄でまずは勝山駅まで行きます。この電車好きなんだよな俺、大好きになっちゃった。これ一両編成だもん。勝山駅到着。はい、到着しました。山奥の中にすごい建物があるなっていう、そういう感じの施設なんだね。どんなんだろう、楽しみだな。ちゅうか雨降ってねえぞこれ。天気よくわかんねえな。まあでもいいや、もう今日はこうやって楽しむ。
はい、大奈良坊。楽しく恐竜を学ぶことができた。恐竜ってやっぱでけえなって思っちゃったんだけど、で俺最初福井と恐竜って何の関係があんの、なんか当てつけで町おこしのためになんか恐竜福井持ち込んだって思ったんだけど、あ、俺知らなかった、この福井のこの勝山って地域は恐竜の化石がたくさん出てきた町なんだね。だからそうか、福井は恐竜の町なのか。あ、知らなかった。あー、いいの見れた。でさ、雨全く降ってないよ。もうこの時期さ、もう雨降るんだか降らないんだか予報がよくわかんないよ。本当は今日東尋坊行きたかったんだけど、あ、でも怪我の巨光明っていうか、俺東尋坊行ってたら福井が恐竜の町って知らなかった。ってことで今日よかった、ここに言われて。ビールぐらいうめ。昼から飲むビールってなんでうまいのこんな。はい、では帰りも贅沢に特急電車を使って帰りたいなと思います。今回は交通にはかなりリッチにしちゃったな。はい、で新幹線でまたリッチに帰ります。